皆さんこんにちは。ビヨンドザフレームフェスティバル公式ナビゲーターの戸崎優香です。今日は皆さんに映画祭の参加方法についてお知らせしていきたいと思います。まずは上映作品のご鑑賞方法についてご案内します。上映作品はバイブポート、ビーア VR と2つのプラットフォームでご覧いただけます。それぞれご鑑賞いただける作品が異なるので、ご自身の見たい作品がどちらのプラットフォームなのかホームページをチェックしてみてくださいね。さて、ご覧になりたい作品の配信プラットフォームをチェックできたら、実際に鑑賞するまでの手順をご紹介します。 VRでのご鑑賞方法をご紹介します。 VRはパノラマ動画や写真などほぼ全ての360度動画コンテンツを見ることができます。主要なヘッドマウントディスプレイやスマートフォン、ウェブブラウザでの視聴などに対応しています。ではスマートフォンを使って作品を見るときは、まずはVRアプリをインストールしてください。ダウンロードしたアプリを開くと、画面上の方に Beyond the Frame Festival 2021のチャンネルが表示されています。またお使いのパソコンで作品を見るときは、アプリのダウンロードは不要です。 VRにウェブブラウザで直接アクセスしてください。ウェブブラウザでも画面上の方にBeyond the Frame Festival 2021のチャンネルが表示されています。お好きな作品をセレクトして体験してみましょう。以上が作品のご視聴方法になります。今回初開催となる VR 映画に特化した国際映画祭 Beyond the Frame Festival、 参加のご準備はできそうですか？皆さん楽しんでいただけたら、ハッシュタグBTFF2021 をつけてツイートしてください。僕も皆さんと一緒に Beyond the Frame Festival に参加できることを楽しみにしています。ではまたお会いしましょう。バイバイ。